ゆくきん TV エビデイイある YouTube。 はい、今日皆さんにご紹介するのは白いピコラミルキー味。何それって話だよね。何それって話だよね。まあピコラはまあまあ筒状の筒の内側、尿道壁の方に尿道内壁の方にチョコがついてる、うめえやつでしょ、うめえやつでしょ。ああ、ちょっとボロボロ。ああ、ここミルキーのあの柄だ、白い。どうなんでしょう。うまいな。どんどん美味しくなってくる。慣れてきたら。45周年だって。ピコラが。これがキャラだったんだ。知らんかったけど。ほぼ同い年じゃん。45周年。調べてみようか。僕の生まれた年の何月にあれなのか。書いてないか。1976年発売としか書いてない。とにかく同い年だ。美味しかったな。まだ一袋あるけどね。さっきアイス食っちゃったから甘いのそんないっぱい食ってらんない。次しょっぱいの食う。うまい。けどまあまあ結局チョコもイチゴもあって気が向いたらそっちを買うというかさ、また。で、また一周したらこっち食うとか。美味しい。とっても美味しい。けど気分的に二度買わない。それぐらい。だから上位よ。とっても美味しい。同い年っていうよしみもあるし。っていう感じ。美味しかった。感動した。あっぱれあげてください。登録してね。